おすすめが戻ってきた時は975です。特にリスニングとかはもうおっそうと思って語学学校じゃ物足りない。アイデアをジョットダウンしてくれって言われたんですけど、その時にジョットダウンって何なんだろうとか、放題始まりました、ぼちゃちゃんね。さあ今回ですね、教え子に登場していただきました、はい、マリさんと呼べばいいんでしょうかね。はい、今回なんですが、あんまり教え子出たことない、お猿さんぐらいか出たのはが、トイックが全然できなかったわけですね、うん、教えた時は何点、専門学校だったから、専門学校の時は一番最初受けた時は400点、はい、400点でクラスで最下位でした。クラスで最下位、ああまあテストのやつでは上のクラスになったけど、トイック受けたら、そうです、もう低くて下のクラスに入れられたというですね。英語はできた？いや、なんかちっちゃい頃は英会話ちょっとやってて、中学まではめちゃくちゃ成績良かったんですけど、うん、でもなんか高校入ったら一気に難易度が上がったのと、授業もめっちゃつまんないし、周りにそもそもなんか英語とか外国とかに興味ある人がいなくって、うん、じゃあ浪人したら普通大学行くような感じだけど、大学は、うん、受けなかったです。受けなかったの？どういうこと？浪人してんのに。なんて言ったらいいんだろう、なんか自分をすごい見失っちゃって、自分って何のために生きてるんだろうみたいな、ちょっとアイデンティティ探し的な感じになって、やる気なくなっちゃったんですよね、うん、途中で。なんか結局その英語が好きで英語だけできても総合で成績が良くないと大学って入れないじゃないですか、うん、でそれで別になんか他の科目興味あったわけでもないし、うん、それに対して頑張れなくなっちゃったんですよ、うん、でなんで専門学校にしたの？とりあえずもう自分はどこの大学にも入れないなって思ったのと、英語の専門学校であればもう英語だけ学べるって思ったし、うん、編入とかも考えられるかなと思って。で河合塾では言われなかったの？言われました。え、なんで受けないのって言われたでしょ絶対。言われました、めっちゃ突っ込まれたんです。専門学校入ってどうしてオーストラリアに行くって決めたわけで、オーストラリアに行くだって400点だったのが、オーストラリアから帰ってきて何点だろう、うん、オーストラリアから戻ってきた時は975です。975、はい、はー、そんなに高い点が取れるようになった、すごいじゃない、大学も行かないで、うん、そうですね。どうやって行くきっかけは、専門学校って2年じゃないですか、うん、でも1年の後半とかでどのコースに行くかっていうのを決めなきゃいけなくて、うん、で例えば大学行きたい方とかだったら大学編入のコースとか、うん、でまあ、就職したいんだったらビジネス科とか行ってたんですけど、自分はどっちも行きたくないと思って、うん、入ったのが通訳コースだったんですけど、通訳コースはわりかしそのワーホリ行きたいとか留学行きたいっていう人が結構多かったので、うん、なんでオーストラリアに？寒いの苦手なんでっていうのと、最初はアメリカとかが良かったんですけど、うん、ハリウッド映画とか見すぎて怖そうみたいな、街案の面とか、ね、オーストラリアのどこ？ブリスベンです。あブリスベンね、はい、一番晴れの日が多いんですよね、うん、ブリスベンってそのオーストラリアの全体と比べて、 あとは留学生とかが少ない、うん、そこで語学留学して、最初はジェネラルコースみたいなところ、うん、ジェネラルイングリッシュね。あ、そう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 、はい、で一瞬だけ IELTS のコース踏んで、はい、でケンブリッジのコース行きました。ケンブリッジ英検、はい、FC。 あ、そうですそうです。そしたら普通大学に行きそうだけど、はい、うん、行かなかったですね。その後はもう普通に帰ってアルバイトとか、うん、そのボーテンモパークで働いたりとかして、うん、でお金貯めてワーホリで戻りました。でその後ワーホリで、ワーホリで、まあ、ワーホリのビザが終わったらテーフに行きました。テーフっていうのは何ですか？テーフは職業訓練校みたいな、だから日本でいう専門学校に近くて、私が行ったのはトラベル&ツーリズムのディプロマコースで、1年間でそのディプロマが取れる、うんうん、どうやって見つけたんですか？もうちょっと別れちゃったんですけど、うん、付き合ってた方がいて、うんうん、なんかその方のご両親がどちらもテーフ出てて、で結構有名なんですよテーフ。フィードバックもすごいいいですし、評判もいいし、大学よりもやっぱり圧倒的に費用も安いですし、卒業までも時間がかからないので、これぐらいの時間、私は1年なんですけど、本当に短いコースとかだと3ヶ月で卒業のものとかもありますね。いろんな職業のやつがあるってことね。そうですね、だから例えば看護学とかもありますし、あとはアートとか、あと動物、動物とかもありますし、オーストラリア動物がねいっぱいいるからね。あ、そうですね、はい、私はトラベルとツーリズム、ホスピタリティみたいなことなの？そうですね、カスタマーサービスとダイバーシティとか、いろんな国の人たちがいるみたいな感じなの？はい、あ、そうですね、例えば大きい企業さんとかで多様性のある人を受け入れてるみたいな、なんかそういうのを勉強したりとか、だから例えば必ずしもバックグラウンドがその多種多様では
っていう意味だけではなくって、うん、例えばそれこそあのディサビリティの部分とかもなんか受け入れてみんなで環境を良くするにはどうしようみたいなとか、今話題のサステナビリティとか、会社がどれぐらいそのサステナブルに運営してるか、うん、環境に優しいみたいな、サステインするわけでしょ、はい、下から支えるんだよ。それでどんな職業につけるようになる、基本的にそのトラベルエージェントのマネージャーとか、うん、もうちょっと上のポジション目指す方とかが結構取る、うん、あとはキャビンクルーとかフライトアテンダントとか、ツアーのツアーガイドじゃない、あ、そうです授業はどうだったんですか、英語だったわけじゃないですか、全部、はい、専門用語とかたくさん出てこなかった、出てきますね、単語帳とか結構トーフルとか全然関係ないのにトーフルのやったりとか、あの、うん、それこそ研究の単語とか覚えていったりとかしたんですけど、それでも全然カバーしきれない、ね、うん、本当にシンプルなんですけど、ある時にグループワークやって一、うん、人の子がレッツメイクアテーブルって言われたんですよね、うん、もっと英語っぽく読めばいいのに、小学校の時とか、うん、なんかちょっと机とかこうやって移動して、うん、給食食べる、はい、ベッドメイキングみたいなね、でそれのことだと思って、なんか一人だけなんか机をこうやってやったんですよ、そしたらなんかこいつ何やってんだろうみたいな感じで見られて、うん、そもそもテーブルがそのスプレッドシートの、そうね、表のことですね、やつとか、あとポート・オブ・コールとか分かんなかったですね、うん、全然知らない、ポール・なんかポート・オブ・コールはあのクルーズとかの寄り道、うん、先、うん、泊まっていくの、あ、そうですそうです、うん、あの立ち寄り先、うん、はい、のこととか、ジョットダウンとかも分かんなかったですね、書く、はい、アイデアをジョットダウンしてくれって言われたんですけど、うん、その時にジョットダウンって何なんだろうとか、うん、ほんとよく、うん、I on the right track とか、on the right track とかよく言うね、はい、うん、そうですね、が分からなかったですね、なるほど、そうやって生の英語を学んでいったわけですね、実際じゃあトイックを受けた時とかはもう場面が浮かぶ感じ、聞いてるとか読んでる時に、うん、ああこういう場面だなって分かる、そうですね、でも結構苦労しましたよ、あ、そうなの、ね、うん、ローカルの方がほんと 95% くらいで、ほうほう、あ、そうなの、ま、前その一緒にバイトしてた、うん、学生してた子とかに、来年テーフでツーリズム学ぶんだよねみたいな感じで、うん、あのコロンビア人の男の子なんですけど、うん、で言ったら中国人とかばっかりだから大丈夫だよみたいな感じで言われて、うん、あ、じゃあ留学生の方が多いのかなと思って入ったら逆でしたね、うん、びっくりしました、じゃあそこの現地のネイティブと一緒に勉強できる、そうですね、はい、あ、じゃあそっちの方が英語力をつけるにはいいわけで、すごい負荷はかかりますね、じゃあそしたらもうトイックは楽勝だったと、特にリスニングとかは、うん、もうおっそうと思って、ああなるほどねいつこれ次の問題か、ああやっぱそうだね、日常聞いてりゃ、はい、まあ、オーストラリア英語悩んでる人多いけど、そういう風になったってことですね、やっぱ現地のそこは強火でね、絶対ね、そうですね、テーフの、まあ、大きい特徴として、うんうん、ティスファクトリーとアンティティスファクトリーっていう評価の仕方なんですよ、うん、なので0か100かなんですよね、はい、成績がってことね、あ、そうですそうです、うん、例えばそのアセスメントもめちゃくちゃあるんですけど、うん、それを提出するじゃないですか、うん、で例えばクイズとかで20問あったとします、うん、1問で間違えたらもう罰なんですよね、もうやり直しみたいな、うん、ポートフォリオとかもいっぱい書かされるんですけど、うん、それもアテンプト何みたいな、なんかもう自分みたいなそんな優秀じゃない、全部英語ですよね、分かんない、ごめんなさい、何回も再提出ってことね、はい、そうですそうです、だから次の再挑戦みたいな感じで、うん、もうどん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 積み重なっていって、それで鍛えられたわけですね、じゃあどういう人が挑戦するべき、語学学校じゃ物足りない方とか、すごい印象的だったのが、あの最初のクラス入った時に先生に言われたんですよね、あのここはもう語学学校ではないから、ある程度きちっとした英語で課題とか提出してもらえないと S サチスファクトリーを上げられないって言われて、例えば S 抜けてるとか、なんか文脈がおかしいとかあったらもう S は上げられないみたいな、面白いですね、って言われて、あ、だからやっぱり厳しいなとも思いましたし、ロールプレイとかもあるんですよ、うん、そのタスクの一つの中にお客さんと、例えばその相手の方がペアで組んで、うん、フライトアテンダントと客でコンフリクトをどういう風に全部言われないままクレームの処理の仕方とかをやったりだとか、何かそのビジネスの場面とかを想定してお互いにその演じ切ってやるみたいなのとかもありますし、動画の提出とかもありますよ、課題に、ツアーガイドの授業とかあったんですけど、本当に1時間ぐらいずっと振りっぱなしでガイドになりきるってこと、あ、そうですそうです、でもう全部英語でやって、でそれを YouTube にアップして、で先生が見てくれるみたいな、面白い、そういうのもやってて、うん、生活自体は大丈夫、住みやすかった、住みやすいですね、私が
通ってたキャンパスはブリスベンのサウスバンクっていうすごくカフェとかいろんなそのダイニングオプションがあるところにあったんですけど、快適でした。まあ、それで卒業して、で私今そのオーストラリアの会社で正社員でやってるんですけど、なんかたまたま私の今勤めてる会社の CEO の方もテーフだったんです。おー、そうだね。じゃあそういった CEO になれる機会もあるかもしれないんで、いや本当になんかすごいサクセスストーリー。オーストラリアではやっぱ有名なわけね。そこ出てますってなったらオーストラリアの企業としてはやっぱり、そうですね。だから多分テーフって多分ローカルの方からしてもすごい学費めちゃくちゃ安いんですよ、ね、だけどしっかり学べるしって感じ。なるほど、はい、テーフのですね、はい、どういうとこなのかっていうのは、ね、見ることが可能ですので見てみてください。まあ、英語心配な人もいると思うんですけど、うん、そのオンラインの英語レッスンやってるんですよね、うん、入る前にオンラインの英語レッスン受けることができますのでチェックしてみてください。まあ結構英語力いると思うので、そういう不安な方もいると思いますので、ね、まず受けてみて、あ、こんな感じなんだっていうので挑戦してもらえればいいんじゃないかなと思いますんで、はい、ここはですね、まあ、オーストラリアで実際の英語で生活をしながら専門学校で学ぶという選択肢ですね。そして TOEIC もね975、じゃあもうすぐ満点ですね。すごいプレッシャーも、はい、という感じで今回マリさんにおいでいただきましてありがとうございました。